大東亜会議に出席したラウレル・ラウレルの肖像が描かれた独立一周年記念切手ホセ・パシアのラウレル・イガ・ガルシアはフィリピンの政治家第三代大統領当時は第二次共和国で日本軍し下であったコラソン秋の政権で副大統領を務めたサルバドール・ラウレルは三男1891年アメリカの植民地支配下にあった フィリピンのバタンガス州タナワンの裕福な政治家の家に生まれ、1915年にフィリピン大学法学部を卒業。1923年、フィリピン植民地政府フィリピンコモンウェルスの内務長官に就任。その後、上院議員、憲法制定議会議員、最高裁判事、司法長官等の要職を歴任。太平洋戦争勃発後は、 アメリカ植民地政府を放逐し、フィリピンを占領下に置いた日本に協力、フィリピン行政委員会委員を務めた。帝国議会で、東条秀樹首相が示した、フィリピン独立の方針を受けた独立準備委員会で委員長として憲法を起草した。1943年に、日本の影響下にある国民議会によって、共和国大統領に選出され、同年11月に、 フィリピン共和国代表として、応答ト会議に出席。戦時中は、新米ゲリラに二度狙撃された。日本の敗戦が濃厚になると、山下智之大将の助言で1945年3月末、命からがら、フィリピンを脱出し、台湾に向かう。台湾では当初、混ぜご飯に福神漬けという粗末な食事しか与えられなかった。その後、奈良ホテルで、 亡命生活を送る。1945年8月15日の日本の降伏2日後の8月17日に第二次共和国の解散を宣言した。マッカーサー元帥の命令により先般指定され、家族と横浜刑務所に2ヶ月間、菅も高知所に10ヶ月間収監されていた。この時の様子を三男のサルバドール・ラウレルは、父は戦争中。 独立フィリピンの大統領でした。戦後、少年だった私は、巣鴨の監獄に入っている、父を見舞いに行きました。当時の日本は、物心ともに貧しく、後輩の極みで、後輩の極みでしたので、少年の私は、非常に辛かった。だが、父は、平然としていました。帰ってメソメソしている私を激励して、日本民族と共に歩めと、 勲してくれましたと証言している。帰国後、新たにフィリピンに設立された独立政府により、対戦中の協力により132件の反逆罪で訴追されたが、1948年4月にマニュエル・ロハス大統領の恩赦を受けた。1949年の大統領選に再出馬し、現職大統領、エルピディオ・キリノに敗れた。 その後、1951年に上院議員に立候補しトップ当選し、1953年にはラモンマグサイサイ大統領の擁立に尽力。1954年には経済施設団長として渡米し、ラウレル・ラングレー協定に署名。1957年に公務から引退した。1959年11月6日に68歳で、成去。 a b 江崎道明、マスコミが報じないトランプ対等の秘密聖臨道、2016年10月8日、102ページ。ISBN 978から47億9260万5681。内閣収出165第25、山口由美、消えた。 宿泊名簿新庁舎2009年126ページから131ページ前述山口133ページインドやフィリピンで日本による傀儡指導者は戦後に尊敬されていたイコール中国メディア サーチナー、h <HTTP> i n a r h t t p n e w s s e a r c h i n a n e t i d 1 5 9 7 9 3 6ページイコール1ありがとうございます。